髪綺麗。結構伸びたと思う髪。結構伸びたと思う。切ったけどこれでも。見て私の髪の長さ今こんくらい。長くない？結構伸びました。まあ2年切ってないからね、それ伸びるよね。ちょっと毛先整えぐらいはしてますけど。服がかわいい、かわいいでしょ。ワンピースなんだこれ。一回話し会で来たんですけど、春服なんだけどね、まあ、でもね、もうね T シャツに着替えたいんだよねT シャツに着替えたいんですけど、でこれだけはズボンなんじゃねこんな感じのワンピースなんですけど、下はズボン、いろいろあって下はズボン。でもなんかこういうかわいい、かわいいっていうか、まあこういう清掃をした配信をしないから、まあ、今日はこれでいきます。でさっきさ、スーパーにも今日は、まあ実を言うと別にどこにも行ってないんですけど、どこにも行ってないけどこれ着てるんだけど、スーパーにだけ、薬局にだけ行ったんだけど、薬局にズボンだけ履いてこれで行きました。移動でチラ見せんかい、こういうの。まあ、今日はですよ皆さん、ジブリ配信ですが、かわいい、ありがとう。ジブリ配信ですが、ホタルの墓ということで、私はセッティングしました。今日はこれで見ます今日は iPad より小さいこの画面で見ます。イヤホンしてから見る。レッスン着で電車乗れる。私レッスン着でしか電車乗りませんよ。レッスンの日私服履いていかない。その前にちょっと私まだ今日何も口にしたけど、ポークしか口にしてないから、ちょっとね、さっきセブンでつくねを買った。今セブンのつくねにハマってるんだけど、セブンのつくねを買ったので、ちょっとつくねだけ食べさせて。薬も飲んでないんだよね今日。薬飲まないとやばいから、つくねいただきます。うまっ。最近セブンのつくねの美味しさに気づきました。うん、晩ご飯はサラダ、昨日作ったサラダとトントル食べます。セブンも美味しいけどファミマも美味しい。本当？じゃあ今度ファミマ買ってみるね。ねえ最近さ、遅れて聞こえますか iPad？なんか言われないけど何にも遅れてるとか、治ってんのかな。これ食べ終わったら二人の墓見ましょう。みんなでしょ。あっくん、うん、今は普通。
最近あんまり気になってなくて、ほんと？この問題の誘い方、昨日結構な時間来てたんだね。もう眠れなくてね、チータラも買ってみた。それゆうちゃんやん。セブンのチータラが美味しい。ファミマは嫌いです。お腹すいちゃった。うん、ポークあるよ。ポーク、ポークって気分ちゃう。珍しい。うん、さっき食べたポーク。ユーチーは干渉しません。いないな。魂抜けちゃう。魂抜けるらしいよ。マジで力入んなくなっちゃうんだ。じゃあ19時45分から始めるね。フォークってスパムのこと言ってる？スパムのこと言ってる。ウーバーイーツしようかな。さっきからウーバーイーツしようかなって言ってるゆっちゃんは。サラダも食べるけど、大好きなイチゴミルクがある。飲めないけど。服部ちゃんと同じ理由で見れない。マジごめんね。じゃあ来週。そういう人いる？来週はなんか愉快なやつ見よう。ポニョ見ない。ポニョポニョ。串カツ食べに行こう。リラに行ってる、うん、誰に言うの？あの人。串揚げ。ホタルの墓のあたり食欲なくなる可能性ある。大丈夫、今食欲ないから普通に。でもリーちゃん大丈夫って言ってるから大丈夫なんじゃない？うん、大丈夫だと思う。私は戦争系のやつは昔から学校で授業であったりとかなんか動画とか見てたから全然大丈夫。あと実写じゃないからね、アニメだから。まだ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 大丈夫かしら。大丈夫だと自分では勝手に思ってる。みんな借りてきてくれた？あと5分後始めるよ。良くないって言いながら熱くなくってるやん。いや、お薬飲むんだ。そう、これ薬飲まないといけないから。ボタン、再生ボタン押しても、もう入れる。薬飲まないと。クラムチャウダーいる？飲みたい。モス？モス。あ、待って、お願いがある。飲みたいのがある。モス。うん、抹茶シェイク。シェイク？ない？うん。うーん。シェイクはな、提供してないみたいだ。ピエンゴ、ピエンゴ。なんか食べたい？見ていい？うん。あと4分。なになにこれ、配送無料。あ、そうなの。だからもうとかでしょ、うん、うわ、エビーパカツバーガー食べた。ダメ、ゆうちゃんが食べる。うわ。
うわ、うん、クミ食べたいのないです。ない。まモスの抹茶シェイクがすごい好きなんだよね。ない。うん、ありがとう、大丈夫。薬を飲まなきゃいけないんです。とりあえず4粒飲みます。 OBP のエース本当に友達なんですか。うん、お友達だよ。はい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 。なんか発酵が見えないのに見ようと思ったの。ゆうちゃん見えないか、これ見るんだよ。見ないよ、ゆうちゃん。昔は母の母。うん。珍しいと思ったやっぱ。どうまい。ない。モス？うん。歩い30分歩いたらあるけどね。今薬を7分やか。7粒薬飲んでるってやばくね。毎日薬は合計で言うと13粒飲まなきゃいけないの。やばいね。飲み合わせは、うん、大丈夫だと思う。多分分からんけど大丈夫と信じております。何分ですか今。お、もうすぐで、あ、45分なったっていうことで、じゃあ見ていきますか。皆さん、二人の墓レッツゴーしようぜ。じゃあカウント10秒するからみんな再生してくださいね。そのカウント割り、私はそれが終わった5秒後ぐらいに、まあ、時差があると思うから再生します。ではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、スタート。はい、みんなスタートしてね。ゆうちゃんがどっか行っちゃった。スタート。私も押します。死んだの。初めて見る。そう、今日はアウト漏れはない。
優しいおにぎり置いて。今のところ倒れて男の子が節子って言ってる。サクマドロップってやつだ。駅なんだこれ。あ、投げちゃった。ホタルとかもう何年も見てないな。あ、これが節子。もう泣きそう私。全然どういう内容か全く分かってない。私もサクマドロップ食べたい。ごめん、超のんきなこと言ってる。やっぱ赤い画面がすごい多いですね。もう基本的に赤って感じ。これトトロと同じ時期に公開したやつだよね。絵コンテ版見てるから色がない。そうなの。
これからか、これから防空壕に向かうのかな。火の海、節子白いな。関西人？かわいいな、せっちゃん。
雨じゃないのこれ、雨これ、ガチ雨。焼け野戦争って怖いね。セイトって名前？
サイズ行かな、行きましたか。兵庫県か。節子が泣いてる。そりゃ悲しいよね、お母さんに会えなかったら。お母さん死んじゃった？お母さんの遺骨かな。まだ戦争終わってないよね。嘘ついてる。
でもこの少年はなんか前向いてて偉いね、強い。強い少年だわ。昔はこういう風呂だったんだ。ホタルなんてもう全然見なくなっちゃったけど、少年坊主だったんだ。すごいいっぱい綺麗。
ドロップ食べたい。飴ないかな。飴このおばさん誰？親戚？ねえ、なんか態度冷たいよね。急に冷たくなった。なんか弟に会いたくなる。これせっちゃん見てると。配給も減るし食べる人は増えるし、嫌でも態度に出ちゃってる。まだ戦争中なんだよね。でもこれ海来てますか今。かわいい。
これ本当に悲しい映画っていう感じ今。すでに伏線がいくつも。嘘、そうなの。結末を知ってると悲しい以外ないよ。そっか。戦争が始まっちゃう？空襲か。おばさんか。一等ってどんくらい？1.8リットル。お醤油の四角い缶の量。米か。この時のお米って
高級品？急に冷たいやん。冷た。冷た。優しくないね。お米、お母さんの大事な着物わざわざ売ってさ、食べれてるのに。なんかさ、題名がまだ、題名の内容がまだ分かってない。蛍の墓っていう。見てればわかる。分かった。もうなんか心が痛い。もうこの時点で。スカーみんなギリギリの時代。いやでもお米の件はひどいな。かわいい。
えらい。やばい、もうこのシーンで泣けちゃうもんね、もう。心がマジで痛い、心臓が痛い。ジュース。ね。何事も妹優先なお兄ちゃんが心打たれる、うん、怖っ。もうやだ。そうした方がいい。そうした方がいい。
ってる、かわいい。何これ、どんぐり？タニシ、タニシって何？カリ。沖縄から九州に疎開する児童の生活、島丸はアメリカ軍に沈められて話し、沖縄の人なのか分かる、かる。島丸は結構勉強した、学校で。かわいい。2人でトイレ。確かに電気代わりだね、ホタルは。なんでホタルの墓っていう題名か分かった気がする。まだ多分出てないと思うけど、いっぱいホタル。パレード。お父さんはどこにいるの今。この後わかる。
てる。どんくらい経った今。1時間45分くらいか。は ?1 時間くらい経つ。え、もう終わるじゃん。最低。超最低じゃない？マジであのおばさん最低すぎる。せっちゃんも強いね。何この坊主たち。どこ行っても説教。始まっちゃう。
もしかして、栄養失調？確かにトトロとのギャップすごい。おまわりさん少し。もう死んじゃいそうじゃん。
あれか、少年は空襲があるたんびに人の家に行って金になるものを取ってきて、せっちゃんの病気を治そうとしてるんだ。偉いね。仕方がない、仕方がない、ムスッとだけど。行った、せっちゃん。それもない。
そろそろ。お父さんどこ？お父さんも死んじゃった？お父さんの介護も全期。めっちゃ携帯壊れてる。やばい。もうせっちゃんの顔が。
節子死んじゃった。戦争終わった？
まった。もし自分だったら妹を守れたんだろうか。いや、私だったら、私が弟を守れたかって言われたら、どんだけ頑張っても守れたのかな、わかんない。この後兄も息でなくなるんだよね。あれ、最初のオープニングのやつか。なんかでもそのメイクさんと、今私ジブリ見てるんですよねみたいな話をしてて、でなんか「蛍の墓見た？」って言われて「いや蛍の墓まだ見てないんですよね」って言われたら、なんか軽くネタバレされちゃって、なんか最後死んじゃうんだよね女の子がみたいな言って、だからせっちゃん、あ、女の子が死ぬって言ってたからきっと節子だろうなって思ってたんだけど、この死に方だとは思わなかった。なんか見ない方がいいよって言われたんだけど、そう、でも私は栄養失調で亡くなるじゃなくて、普通になんか戦時中に亡くなるのかと思った。だからあの爆弾を受けてとか。待って、オープニングだけもう一回見たい。ちょっとこの少年もさ、節子が唯一の自分の生きる理由だったのかもね、かもねっていうか、だから節子がいるから多分なんか悪いけど人んちのもの盗んでどうにかして生きなきゃって思ったんだろうし、節子がいなくなっちゃったから生きる希望がもうなくしちゃったんだろうね。戦争終わったけど、そのサクマドロップス持ってたのも、節子の骨、もうオープニングが全てを物語ってたのね。駅員にサクマドロップスを投げられるところから、これが雨じゃなくて骨なんだ、節子の。
節子が倒れてるお兄ちゃんのところに行こうとしたけど止められたのは、もう二人とも天国に行ったから一緒だよっていうことなのかな。そういうことだよね。うわ、なんかオープニングがマジで全部物語ってるねこれ。今はテレビでやらない、教育に悪いからなんだって。これ見て何回ないとか命の大事さもなんだのに。うん、風刺を着て喜んでるお兄さんは悲しかった。確かに。でも節子を救うためだもんね。なんか見終わりましたけども、はあ、終わった、見終わった。なんか悲しくなった。でも見てよかったと思ってる私は。本当になんか今生きてることが本当になんか今正常に自分の食べたいもの食べて自由に生きてることが本当になんかすごいことなんだなって分かった。でも今までジブリ見てきてなんか、あ、もう一回最初から見たいなって思った話は初めてだったかも。これがもう一回見たい。これアニメよりかも辛いと思うけど実写版が見たいなって思った。あと分かりやすかったかな、すごく。って思いますけども、実写版はあるらしいよ。なんかね、なんだろう、ね、この時代に栄養失調で亡くなるってあまりないよね。実写を見たいけど、私はなんか普段からなんだろう、学校で結構戦争の沖縄戦とかの勉強とか結構学校でしてたから別に大丈夫なんだけど、全然こういうの見るのさ辛いって人とかもいるじゃないですか。いや、よかった、よかった。
なんか私のおばあちゃんは戦争沖縄戦体験者じゃないんだけど、そのおばあちゃんのお姉ちゃん、お姉ちゃん2人とあとお兄ちゃんは体験戦時中すごいなんか壕とかに隠れてたっていう話を聞いたことがあるんだけど、もしバーバーのお父さんとお母さんがその沖縄戦の時にもし亡くなってたら、多分私ってその時バーバーも生まれてなかったから、バーバーも生まれてなければ私の親も生まれてないし私も生まれてないし、なんか辿っていくと生きてることが奇跡なんかなみたいなくらいいい、なんか何とも言えない感情になりました。リラちゃん YouTube に踊るのかな、実写版ドラマがフルでありません。って思った。で沖縄の富城っていうところに海軍号公園っていうのがあるんですけど、すごいもう有名な公園があるんだけど、そこの海軍号に小学生とか中学生の頃社会見学として行ったりとか、あとはそれこそ慰霊の塔とか三笘にあるねとか行ってたりとか、結構そういうところって白旗の少女の写真とか結構その当時のモノクロだけど戦時中の本当に人がもう死んでるところの写真とかも、そう防空壕展示されてるから、なんか行ったことをその蛍の墓見ながら思い出した。そう平和記念公園とか姫百合の塔って行ったことあるかな、行ったことあるよな多分。対馬丸の話とかも結構勉強したし、対馬丸って確かアニメあるよね、ないっけ。いや蛍の墓は実写みたいな。でも実写アニメよりもすごそうだけど、アニメもあるんだ一応。アニメもありますね。でも蛍の墓って都市伝説みたいなのあるんだよ。ジブリってさなんかめっちゃ都市伝説あるやん。今安らかに旅立たれました。
これ？兵庫県が舞台なんだ。いや、みんな蛍の墓の実写を見よう。次は自分は遠慮します。まあなんか見るのが辛い方は、でもさ、沖縄の人っておばあちゃんとかなんかおじいちゃんとかが戦争体験者っていう方多いですよね。多分多いと思う、多いと思う。裸足の弦ってあれでしょ、なんか教育に良くないみたいな感じで学校の図書館から消えたやつでしょ。平和教育やらない学校増えたからね。嘘でしょマジ。私の学校なんてもう毎週水曜日の6時間目平和学習でしたよ、ほぼ覚えてる。そっか、なんかでも考えさせられるお話でした。すごくよかった、でも 見れてよかったかな。でもなんかね、その前なんか1年に1回絶対講話みたいなのがあったんだけど、なんかアメリカ軍沖縄戦の時にどうしてもなんかちっちゃい子供、だから節子ちゃんみたいな小さい子供がどうしても本当にもう親とか兄弟とかそれこそもう誰も周りにいなくなって、なんだったかな、なんかそのアメリカ軍の人に助けてくださいって手を挙げたらなんか助けてくれるみたいな、助けてくれたみたいな、その敵だけどアメリカと日本同士敵だけどなんかその時は助けてくれたみたいな話をしてて、そういうエピソード聞いたことある人はいますか。で私は聞きました。だからなんかなんかさ、沖縄戦の場合はさ集団自決とかさあったじゃないですか。とチョコレートもらった話とかいいかな。んかね、手あげたりとかしたらなんかアメリカ軍がなんか助けてくれたみたいなこと言ってた気がする。なんで放送禁止な派なんだろうね、蛍なんか。じゃあここからは、ジブリを見終わった後恒例、別に私が信じてるっていうとかってそういうわけじゃないけど都市伝説を見たいと思います。
まあ信じるか信じないかあなた次第ってやつだけど、私は別に前も言ったけど信じるわけじゃなくてこういうことを言ってる人がいるよみたいな、あくまでもなんかああねっていう受け取り方をするだけなんです。すごいすごいね。蛍の墓のポスターはタイトルの横に黒い草原の中で主人公のセータ君と妹の節子が蛍と戯れている様子が描かれたポスターです。一見微笑ましいポスターなのですが、ある怖い真実が隠されているという都市伝説があるんです。その怖い真実としてなんと2人の頭上に飛行機が見えるというものです。都市伝説の真実を検証するためにポスターの改造画像分析をした人まで現れました。それを見ると確かに黒い飛行機が背景に絵が隠されており、しかも黒い影となると怖いですね。この飛行機おそらく B-29 戦闘機だと言われています。意味を知ると怖いというところはこのことだったのですね。ちなみにこれが B-29 であると示しているのはなんと蛍の光。一見見て蛍の光のイメージよく見ると光によって形が異なっていることが分かります。この縦長の光こそ B-29 を落とした何だっていうの。へえ。でも確かにこれは戦闘機だね。あれだ、あれすごい、あれあれだよね。これ絶対なんかさ、シャープとかさ、ハイライトとかをさ全部明るくしたらこれ浮き出てくるやつだよね多分。すごい、なんかちゃんと考えられて作られているポスターなんだね。すごい、これは確かに、これはもう戦闘機だね。確かにすごい、誰か全部明るくしたんだね、画像をいじって。確かにこれはもう、これは本当だろうな。そっかそっか、すごいねこれ、すごい、見て、見せるもんじゃないかな見て、だからあれでしょ、これが蛍に見えるけどこれが飛行機で、これがあれだ、爆弾弾に見えるってことか。これが飛行機が落としてる、すごっ、なるほどね。しかしタイトルをホタルとしなかったのにはどんな意味があるのでしょうか。タイトルに入っているホタル、これをそのまま直訳すると火が垂れるという意味になります。この意味から考えるとポスターの中に登場する爆撃弾とホタルの光を重ねてタイトル化したと考察できるんです。すごい、めちゃくちゃ考え込まれて作られているやつだ。爆撃機が飛んでるポスター NG が出たんだって。なるほどね、だから一見普通に見えるけど全部明るくしたらそうなるんだ。なるほどね、すごい、なるほどね。ホタルとね重ねてるんだね。だからホタルがいっぱい出てきたのかな。すごい、そっかそっか。4歳と14歳なんだ。せっちゃんが4歳でせいたくんが14歳。4歳っつったら私の弟が今4歳だから、
私の弟くらいの時のせっちゃんか。貧困からの栄養不足というのは実に妥当な考えに見えますが、本来なら栄養が必要なのは兄の方であり、先に死ぬのは妹ではなく兄のはず。そこで妹である節子が死んだ原因としてこんな都市伝説があります。それは節子が死んだのは工場の出火によって有害物質が混じった雨を左目に受けてしまったのが原因というもので、その証拠に節子は左目の痛みを訴えています。つまり節子の死は体内に有害物質を取り込んだことで免疫力が低下し衰弱したからということなのです。これが本当ならば兄がいくら努力しようと節子の死を食い止めることができなかったということになります。なるほどね。これは蛍の墓ではなく同じジブリ作品である千と千尋の神隠しが原因で生まれた都市伝説です。それによれば節子はずっと兄が死んだ駅にいるというもの。その証拠に千と千尋の神隠しで千が電車に乗っていると途中で通り過ぎる駅に節子そっくりの少女がいるのが分かります。そうなの？そこまで見てなかったな。節子の兄聖太は妹の死後間もなく駅でのたれ死ぬことになります。そして千と千尋の神隠しは文明社会から遠く離れた神々の住む世界です。そこで移る駅に潜む節子そっくりの影、これは節子は聖太が来るのを駅でずっと待っているということです。そっか、蛍の墓で節子の声を演じたのは当時5歳11ヶ月ほぼ6歳だけど、すごいね。まあでも都市伝説っていうか、まあ本当のことみたいなようなことが書かれていますね。なるほどね。いやーなんかよかった、見れて。でもはあ、先日は同じような経験した子供がいっぱいいたのかもしれないね。確かにそうだよね。次はカリオストロでリセットしよう。いや何見る次考えといて、みんなまた。いやでも蛍の墓は実写版を一緒に見ていただきたい
一緒に実写版を見てほしい、みんなお願い。なんかサブスクにないかな。にないかな、アマプラとかさ、カリオストロ見てほしいけど気分転換に紅の豚とかいいか。 いつか見よう、お願い。いつか見よう。いつか見てもろて。ドラマ版とドラマ版とアニメ版って違うのかな、内容一緒かな。じゃあ DTV と伝えないとな。あ、まあ、DTV にあんの DTV 入り直すしか、まあ伝えとかにありそうだけどな。まあとりあえず蛍の墓はまたみんなで見ましょうということで実写版ポンポコは楽しいお話ですか。なんか面白いって言ってたよ。でもランディ昨日の深夜ツイートなんやったん。いや昨日さ、なんか私ハロプロのアンジュルムっていうグループが、多分知ってる方は知ってると思う、昔から好きなんですけど、アンジュルムがなんか最近なんかニューシングルを出すらしくて、その MV がまあ1週間前くらいに公開されてたんですよ。その MV を最近毎日のように夜中見てるんだけど、もうめっちゃ良くて、めちゃめちゃ良くて、その MV がね。で私佐々木里香子ちゃんっていう女の子が好きなんですけど、アンジュルムの推しなんですけど、もう佐々木里香子ちゃんが大優勝すぎて苦しかった佐々木里香子ちゃんはアンジュルムで一番ダンスがうまい方なんですけど、ダンスもうまいし表情もすごいんですよ。あ、やっぱりそうなのね。なんとなく好きそうなのくりましたよ。わかる？好きなんだよ。そう。愛されルート A&B っていう曲がすごい好きなんだけど、新曲でね。下尾がリラに教えてもらったからアンジュルムさんにハマりました。リプ返してこい。それで髪切りたくなった。そうなの。その佐々木里香子ちゃんがショートなんですよ。基本的にショートで、まあ、今はウルフカットしてるんだけど、基本的にショートでね。それでめっちゃかっこいいの。何が好きかってパフォーマンスが好きなんですけど、パフォーマンスがめちゃくちゃ良くて、でなんか髪の使い方とか天才的なのよ。なんか表情の使い方とかで、ウルフにしてて、あ髪切りてと思って夜中に
ちょうどあのこの時間帯に MV をめっちゃ見てたんだけど、それで髪切りたいなって思ったんだけど、私はウルフカットは似合わなさそうだなって。同い年だと思うんだけど、すごいね、大人っぽいっすよね。なんか個性的でさ、いいなっていう。もう5年前くらいから一番好きなんだけど、モデルさんとかもやってたりとかして、そう、それでめっちゃ髪切りたくなったよっていう話でした。ということで、そろそろ歌でも歌えますか。何がいいかな。何歌う今日は。そう、唯一好きアンジュルムが女性アイドルの中で、ライブに行くくらい好き。何歌う今日は。なんかちょっとしんみりしすぎたから、全然元気系の曲でもいいし。じゃあこれと、じゃあこれ歌うね。明るくないかも、ごめん。ではどうぞ。
なんかホタルの墓となんかリンクしますね、歌詞が。ということで、誰かのためには Can I do for someone 聞いていただいてありがとうございました。うん、いい歌だわ。なんかこの映画を見た後にこの歌を歌うと、マジ考えさせられる考えさせられます。やばい、メール送んないと。メールをちょっとメール書きますね。ね、今日にぴったりだったね。メール書く。選曲すごいね。もう私がでもこれ決めたわけじゃないからね。コメントであったのを歌っただけです。誰かのために。ちょっと待ってね、書くから。今から4分。よし、じゃあメール書きます。なんて書こうかな。
送信届きますように。ちょっと長くなっちゃった届きますように。ということで、間に合ったら、届いたらみんな見てね。ということで、この辺でランキングを見たいと思います。はい、13位、長崎在住の関西人さん、ありがとうございます。そして12位が新傑さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位が流れ者さん、ありがとうございます。そして9位がアビスボックスさん、ありがとうございます。そして8位が鳥おじさん、ありがとうございます。そして7位がフォミパンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位が、間違えた、3位がオノピョン、ありがとうございます。そして2位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、今日は向き合えた、もののけ姫はちょっと向き合えなかったけどね、聞きました。皆さん本当に長時間一緒にジブリ見てくれてありがとうございました。また来週は何見るかみんな考えといてください。みんなの意見をもとに来週見るやつを決めたいと思います。ということで、また明日、さよならんでー、バイバーイ、またね、バイバイ。